練習っていうものは理想の自分に近づくためにも毎回変わらずにやっています。それは今回今に関わらず毎回やってることに変わりはないです。僕はアマレスの選手じゃないから、まあ今もレスリング的な要素は取り入れてるし、そうですね、別に今と変わらないと思います。リガビープロ、油絵プロっていくら賞金が出るんですか？ How much is the price actually? Think, do you have an idea? No, I don't know. Feels like$5,000. Pretty small. 多分そんなに多くはないんですけど、多分5、60万円円にする。10倍だったら。まあ侍っていうのはね、ちょんまげしてね、刀入れて歩いてないですからね。まあ別に間違った日本の見方なんじゃないですかね。まあ仕事ですよね。まあ役立ってるのか役立ってないのかっていうのは分からないし、まあよく言われる例で格闘技をやってる人はいい人だとか言う人もいますけど、格闘技がそれに役立つとは思わないし。まあ負けはしましたけど、BJ ペンっていう選手は僕はすごくファンだし、まだにやっぱ一番 BJ ペンが好きな選手なので、まあ、負けたけれども、まあ、格闘技としてあの 本当の意味でのやっぱ KO するというか一本取るっていう格闘技としても負けたとは思ってないので、まあ、結果は結果として出ましたけど、まあ、BJ に対する気持ちはやっぱナンバーワンのファイターだなっていうのを感じますけど、全体的にやっぱり1本を狙ってなかったので、1本になる、取る、サーミッション、KO、ノックアウトっていう結果、ならなかった結果、そういう結果ではなくて、1本をこうトライしなかったってことが僕は問題だと思うから、そういう意味ですごく、まあ、ゲームとしては正しいんだと思うんですけど、まあ、ファイトとして考えたらどうなんだっていうのを常に、あんまり面白くなかったなっていうのを思ってます。逆に、じゃああれ、グレイ・メイナードとエドガーの試合が見たいのかって。So would you like to see グレイ・メイナード vs. Edgar? 見たくない。見たくない。アメリカ人も、僕もすごく UFC のファンだし、UFC がすごく好きだけど、あの、やっぱりレスリング、テイクダウンを抑え込み、で、立って、ボクシングちょっと当てて抑え込みっていう試合が面白くない。Me too.賛成。やっぱそこをこうより面白くなって、お互いトライ、サーミッション、KO っていうのがやっぱり日本とか日本の MMA だと思うし、そういう部分でやっぱり最近の UFC すごいいいファイターもいるけど、グッドファイターもいるけど、あまり面白くない。でだから結局僕好きな、すごく好きなファイターは BJ ペン、ジョー・スティーブンソン、ケニー・グロリアン、ベルビン・グラー、ネイト・ディアス、やっぱアグレッシブファイターがやっぱり、今みんなレスリングで面白くない、ケージだからとかじゃなくて、単純に自分が弱いなってことは感じましたけど、まあ、とにかく自分が弱いことを感じました、それは口では説明しづらいことだけど、確実に毎回毎回課題を一つずつクリアしてるんで、大丈夫です。1位。ベン、まあ、と全員、すべてね、5人のファイターね、どれが He's gonna need 5 fighters. Yep, okay. BJ ペン、エディ・アルバレス、ギルバート・メレンデス、フランク・エドワー、かな、まあ4強、これが4強かな。That's the top 4, probably.
僕は BJ をあげたいな。一番アグレッシブファイターはエディ・アルバレス。一番ディフェンシブなのはフランク・エドワーズ。グレイ・メダードはもっと、うん、なんつうレスラーだよね。グッドレスラーだよ。まあアメリカの MMM 全部見てますよ。うん、あのエリート、XG から、うん、ストライクフォースを、まあ、UFC、全てほとんど見てますね。今、UFC リリースファイターが、またあの下の、ね、ローカルプロモーションで戦って勝ったり負けたりしてるから、うん、でどんどん強い選手が上がってきてるんですよね。普段どれぐらい減量しますか？5-6キロ。5-6キログラム。だから体あんま良くない。うん、そうね。でもアメリカのファイターはすごい、うん、なんかすごい無理な減量して、で、うん、まあいろいろな薬使ってやって、うん、ピークは短いです。Except Randy Couture. Randy Couture 以外はね。